バイク駐車チャレンジ。ミス。バイク駐車チャレンジ。ねえ、怖っ。やめる。やめちゃうんだ。はい。やめますか。今度は。ん？自分会社で働いとるんですよ。あ、ほら。車止まっとるんですけど、3日間ぐらい来てないんですよ。消えた、飛んだ。さっき見たぞっつって。すごい野菜もそったらしくって。ああ。うん。あの日はね、SNS 勉強会に出ただけなの。東京まで。誰とも遊んどらんし。もう絶対出ない。出とるやもう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。絶対に出たくない電気屋さんと絶対に取りたい乗り換え道場の社長でお送りしております。絶対に出たくない。あ、来た来た来た。やっと来たよおい。はい、時の有名人。こんにちは。有名人。いつもお世話になってます。はい。あ、かっこいいな。いつも持ってくるからね。綺麗だったね。嘘。ね、いや、カットするから。いや、絶対もうやだ。絶対そうだもん。はい、視聴者の皆さん。時のありがとうございました。こんにちは。今めちゃくちゃ有名らしいね。バイク乗り女子でなんかやっぱバズったんだよね。え、なに TikTok ですか。いや、乗り換え道場。はい、久々に元カノが来ました。そう、言い方元カノ設定。何歳の元カノなんて。1616 16しかも手につけない数ヶ月他の男のケツの音だろ、それが別れだった。お互いの原因は他の男のケツの音だったことが許せんけど、よく分からん。懐かしい、うん、さあ、もう店を、うん、全然行かなかったね。来てないよね、うん、全然来てくれてないよね。遠いもん。遠いっつも知れとるじゃん、そんな店開いとる。うん、今日も、うん、火曜日やってる。俺も違う仕事やってるとか言ったじゃん、うん、就職したけど、もう辞めるとか言ってる。なんでうちで働くことないぞ。あ、カメラマン、アルバイトしちゃいいよ。車の免許も取るの。うん、まあ、運転手系カメラマンついてくる。まあいいじゃん、うん、アルバイト、うん、まあアルバイトでもいいよ。正社員にしてもらってもらいたい。正社員やりたいの、うん、毎日。なんで正社員、俺だったら絶対正社員でもやるよ、うん、保険とかしっかりして賢く生きんと。だって何十年も会社に勤めて結局自分で店やったわけでしょ。これしょうがない話だから。使ってるの？は？これ使ってるの？これ全然使ってる。そこはいいの？もう全然みんな知ってるじゃん。そこないよ、ほら。使ってよ、本当。いや、使うとこないだろう。ねえ。だってでもこれでもね、ジム？ん？やるならジム。ジムなんかやれる？パソコンは無理よ。あれそう。キミコより。いや、うちはパソコン持ってたからさ、もうそんなチャット GPT でやるから。ちゃんとじもう何人もやってないもんね。しかも2人やったばっかだな、うん、あ、そうなの。これやめるもんね。やめちゃうんだ。はい、やめかすか。いや、しょうがないよね。人生一生きりだからね。使えるようになったら人やめてくれ。ああ、そういうことか。なるほど。はい。緑、やめます。視聴者さん、今日初公開じゃない。そうですね。うん、使っていい。あ、まあ、はい。まあまあ来てくれたよ。近所なんだけど、うん、お前久々来たと思う。こういう人今度は、うん、もう、まあ、僕はないんですけど、うん、通ると思うんですけど、ごめんなさい、そういうの教えできないし、私実際知らないんですよ。いいんですけど、うちの会社で働いてるんですよ。あ、はい。で、車止まってるんですけど3日間ぐらい来てないんですよ。でもね、その最後はちょっとおかしかった。なんかちょっとおかしいなみたいな。やっぱその、うん、朝の広告が入ってなかったりとか。ああ、なってったな。そういうのがなんかちょこちょこ起き始めて、で1回か2回ぶっちぎっとるだ確かな。まあそう、1回か2回ぶっちぎっとるだろ。社長にも何も俺話しないですけど、うん、お金の話でも結構相談を受け取ったんですよ。ねえ、娘だろ。娘が使っちゃったからな。ねえ、あれだね、消えた、飛んだ。
使うとこと使わんとこ調整するでちょっと一回全部払わって話して、うん、あちゃんまじもうどう6月ぐらいから来てないよ、もうちょっと来てない、あ行ったじゃん SNS 勉強会行ったじゃん、うんうん、東京の方、うん、でその時にもうお休みしたじゃん、うん、お店をね、で張り紙貼っといたのドアに、うん、そしたら電話があって休みかって言って、うん、でそこからこんくなっちゃったの、なんで分かんないけど、あ俺と繋がっとると思ったな、分からんけどこんくなっちゃって、で、うん、他のとこがおると思ったね、電話かけても電子使ってるの、え、うん、いやもうこんくなったやつはどうでもいいんでしょ、そういう言い方やめてよ、でもそういうことでしょ、言い方悪いわ本当でそういうことでしょ、戻ってきてほしいよなんだろう、ちょっと今カメラに向かって言って、見とるなったら帰ってきてよ私の元へって時間そういうこと言っちゃうから、なんか俺キミコを見とるとあのおばあちゃんちを思い出す、どうなんですか、なんかあとはもう放っておいてみたいな、なんかちょっともうほんと帰っておいでよそうそう、なんか長屋のさ、うんうんうん、ああいう近所の付き合いじゃん、みんなね、うんうん、そういう感じのなんか戻っておいでって言って戻ってこれないよ気にせんとね、何も気にせんとか戻っておいでじゃあ、ね、違うんだわ、うん、あの本当使っていいところ使っていかんところをね考えてね、うん、あのでもうずっと連絡取ってなくって、うん、あ取れてなくって、うん、もう1ヶ月ぐらい前にされましたらさ、うん、お客様の都合によりありがとうございます、うん、それでもでもお金払ってないってことじゃん、お客様の都合だって、でその1週間後ぐらいにもう1回電話したら現在使われておりませんなってのマジ、うん、で連絡取り合いもなくって、うん、そしたらよくちゃんと一緒に行ってた居酒屋さん、うんからお客さんが来て T シャツに来たん、来るんだお客さんがね、うん、最近どうだとか言って、うん、コンテみたいな、うん、でみんな探してるのに石川にも来ないの、だけどそれ探しとるよ、なんで前から出るとかそういうこと、いやじゃなくって最近来んなっつって、ですごい噂らしいんだよ石川ではね、あっちもずっと石川行ってないもんで、うんうん、何あきん私が吸い取っとるとかねまあでも事実だろは人生何言ってんのこれ SNS でやるからこういうことって俺がじゃあじゃあ言うほど余計になるじゃん、本当だって、それがこの周りはあって俺が抜けちゃうと悪い影響だから俺が言ってることと石川君がこうやって言ってて、ああ抜け通る社長がが抜け通る社長がなくなっちゃうと本当にまずい話だから間違いないすごいそうすごいなんか噂が良くないらしくって、うん、前のそのあれだよね、そのスイートルじゃないけど、いやいかんや、俺らも行ってもそうじゃん、なんかまあこれ動画使っとんねん、かっこつけて、うん、俺が行っても、うん、なんか俺に酒置いてパッて帰ってくるとか、あ、うん、そうなんだ、じゃあお前何倍金持っておいてもらって思うよ確かにしかも何なら俺が払ってる金だろそれってまあ仕事した金だから、まあ、本人の金だけど、はい、そんなとこでかっこつけんでも、うん、でそういうことやるんで俺んくなるんだ、うん、みんなバーって一回おごっちゃったら次もおごらなあかんってなるし、うん、だってあの、ほんとね、でもそうじゃん、なんかクリスマスか誕生日なんか買ったらどうかなとか言ってたよ、うん、あれ、うん、確か、俺おったんだけど、その時おらんかったら聞いたらいいか、めっちゃ前だね、うん、なんかおらんかったじゃん、うん、もうサンタクロースはいないね、うん、そうだね、お願いします、サンタクロース、お願いします、サンタクロースカメラ目線で言うよカメラ目線で言うよじゃあほんで、うん、それがまたね、うん、今日目撃者が今日たまたま今日たまたま今日そうでしょ、ほんとそこ電話、LINE が入ったんだわ、うん、さっき見たぞっつって、うん、入ったもんで、そこ電話したの、うん、そしたら、すごい痩せ細ったらしくって、うわでもこの平日に外歩いてるこの晴れた日にね、うん、仕事してないと思う、仕事してないかもしれない、仕事しないかもしれないな、うん、で、うん、なんで目の前から突然消えたのかもわからないし、理由が、ね、だけど一回来たんでしょ、めちゃめちゃミステリーみたいな話になってきたら、ちょっと動画の動画扱うのはちょっとミステリーすぎるあ、何で場所前から消えたのしかもSNS 勉強会どうしようか。SNS 勉強会の日でした。2時間ドラマぐらいかね。そうそう。で、それが気に入らんのもあるんじゃないの。振り返り道場と、そのまあ、前に切れたのに。ほんで、そういや、前の日に来たんだわ。うん、お店にね。なんで東京ですね。うん、大阪の時に。その前の日に来たんだわ。なんで昨日行ってくれんかったみたいな話を。されたの、なんで昨日、うん、お休みするならお休みするで言ってくれんかったって言われたの、うん、なんで言う必要があるのっつって、うん、いう話をしてそれが最後おしゃべってたの、うん、なんで言う必要があるのって言ってそれに怒っとんか、はい、うん、だから本がおるとかそういうの思ったんじゃないの、なんかあの人勘ぐるやんけ、勘ぐる
あ、何しに東京行ったかも行ってない。東京行くって言ったもん。東京に来ちゃっとるでつってで SNS 勉強会行ってないもん。あ、でもそうだ、ちょっと勘ぐったかもしれないね。なんかそれで男と思ったんやって、うん、男じゃなくても、うん、他に何かいいやつがおるんだなって、うん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 、それちょっとちゃんと伝えた方がいいよ。もう何を見てる。確かに言ってろ言うしかない状況。何を。あ、あの日はね SNS 勉強会に出ただけなの、東京まで。誰とも遊んどらんし勉強しに行っただけなの、タミコ会長たちと。あ、そうだね、行っていいの、タミコ会長って。あ、行っていいの。全然いい。株式会社 AK プロモーションの会長さん。なんかブラッシングで、そう、あ、で化粧、そう、社長さんが興味あるって言ったら YouTube やってるからね、うん、あ、そう、あ、うん、そうだね、うん、のっけてよ、なんかね、YouTube なんかさ、行こうかなって。あの、最近思うんだけどさ、可愛いね、なんかどんどん可愛くなったね。男できたね。俺なんとなく、俺もう女が男できたかどうかもう分かる。何様なの。ちょっと分かりたい、何様なの。本当だね。あら、もうちょっと女っぽくなってるわ。呪いが取るか、せいなのか。呪縛が呪縛が取るか、せいなのか。ちょっと好きな人で、彼氏ができない。彼氏だな、これ。ないじゃん。いや、ちょっと今女っぽかった、もう一回言って。何が。何。俺馬鹿にしちゃうか。ね、将来そう、あの店やって、もう今なんで2、3年。あ、ちょっとこれ宣伝してよ。うん、宣伝ばっかりだな。これしかも SNS 勉強に逃げてもいい、金払ってねえんだよこれ。俺友達とかで、まあまあいいよいいよ金はとか言ってもみんな払ってくけど、こいつだけ本当に払ってくる。しかも俺なんか電話で金払ってもいいけど行きたいんだけど払わないからって。電話で予約してきたからね。ちゃんと確認するって可愛い。まあまあ、ね、トークまで来てるんでね。この時だけでも結構バカじゃないよね。で、あの後なんかどっか、うん、渋谷かなんかどっか飲みに行く。そう、会長たちの知り合いのところに飲みに行って、うん、そう、あ、そうね、うん、面白かった。捕まえて、捕まえて飲んじゃう。カプリングバー行って、あー、行けたよね。行っとる口だね。いや、行ってね、行ってね。俺もう、ああいうとこダメなんだもん。あ、ほんと。いや、なんかちょっと苦手な。気持ち悪いって思っちゃう。じゃあなんかさ、俺、わかんないけど、もうこれ使っていいレベルだと思うんだけど、ある女性にいきなり行きたいって言われて、うん、くどいとるまでもないけど、うん、ちょっと関係がある人が、うん、そういうのが好きだから行きたいって言われたの、うんうんうん、みたいなテンション上がっちゃうじゃん、こっちも、うんうん、そんなだってすごいもういやらしい生活だからね、うん、そこら辺に位置に繰り広げとる場所が、もうこうするじゃん、ガキの時だよ、21とかそんな時だよ、うんうん、行くじゃん、うん、ちょっと着替えてくるねって言って着替えてきたら、なんかもう本当にもう裸みたいな感じで来て、なんか。ほな、やり始まるかって、そこら中の男でやり始めたんだよ。へぇー、やばくない？やば、その間でやると思うんで。で、俺もずっと言ったら、おー。俺もうその子気づいたら3人ぐらいスケッチ叩かれまくっとって、めっちゃマジで、俺もう本当無理や、全く出ないし、それ見て興奮してほしかったんだろうけど、向こう、いや、なんかもうそれが趣味みたいな、もうそこら辺太ってない。見られるのが好きなんだ。いや、さすがに気持ち悪かった、俺も。へぇー、怖いぞ。うん、怖いね。だって、左手全然違うんだよ。うん、はじめまして、何々と申しますって言って、じゃあお願いします、全然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 でしょ。つらかった、あれ覚えてるわ。あ、行ったことない。ないないよね、まともなに見えない、まともに言ったらしてないけど、まあ、見とる人でね。でも何でも経験だよね。あの、ストリップショーとか行ったことあるよ。大人になったらちょっと行けるかもしれない。さすがにビビるよね、これ。ちょっと行ったことある顔だな。ないじゃん。いや、お前嘘つきで。いいもん。じゃあ私 見るのとか見られるのも嫌だもん。いやー、行けるわ、ちょっと。いや、行ったことある感じの。じゃあ私が行ってみたいのはオッパブ。オッパブって何？だってんで、エロってやっぱもっと神聖なもんだから、うん、エロスイッチってもう顔とかもやっぱ人に見られたくないじゃん、うん、その相対一緒のやつしか見られたくないやつの、うん、エロ顔は、うん、それまずいよな、ね、何の話なの。何の話なの。どうなったんだ。俺じゃないし、こっちがいいでしょ。まあじゃあちょっと短写見せてしまおうか、うん、まあ、どういうショット27分くらい。こっちが来るの。さらにこっちが狭まっちゃう。
あ、いいですよ、ね、きなこさん、きなこさん、ちゃ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 うわ、ねえ、怖い。腰、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 腰。どっかのおじいちゃんみたい。間違いない。足腰悪いんで。バックは偉いな。うわ、すごい、ね。足腰、足腰。おお、うわ、マジ。いや、これ確かにこれがバズったやで。あ、そういうことですか。これ、これ。おお、はい。いや、全然分かんない。すごい、すごい。もういけるじゃん。でもちょっと足首痛い。おぉ、大丈夫、マジ余裕、いいよ、もうタオさん、キム大丈夫、キム大丈夫、絶対タオさん、絶対タオさん、嘘、マジ、いや、これすごいすごいすごい、おぉ、危ない危ない、もう終わった、勝手やな、これすげえな、これはすごいわ、もう挑戦していい、いや、すごい、絶対無理、じゃあサポートついて、一回右に起こして、腰ここに入れてみようか、そしてで、もうすぐ歩く、あ、やばい、無理です、足ちょっと、いや、1m ぐらい頑張らなあかん、 1m 行くまで終わらんぞ、それそんな低くよしよし、左折ったとこいいぞ、だってこいつはアスリートだからね、ボドボドスポーツ選手なんでね、まだ 1m 行ってないってダメだよ、ダメだよ、お、でも行けそう、オッケー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 、あ、危ない危ない、スタンドやばいぞ、はい、じゃあ実際にちょっと一周してもらおうか、ちょっとバイク出ていくとこ取りたいな、21歳、あ、これエンジンがずっと乗ってないとかからんのだ、この距離取ってる、何やったの、ショック引っ張った、反射調子だ、また同じ風景だよ、まあ、だいぶ声かけられる、言われる、あれショートだけじゃやっぱ人はかな、うん、分かる分かる、全然出会った子じゃないとか言って、あ、知り合いからね、バイク駐車チャレンジ、ミス、バイク駐車チャレンジ、大丈夫、一人大丈夫、うん、いける、反対側でいい、うん、すごいね、これ、最後これ、は、さすがに重い、おお、マジか、おお、すごい、はい、視聴者の皆さん、キミハウスのキミコちゃんと
ほい、名前覚えてない。ほいちゃん、ほいちゃん名前覚えてない、ね、名前覚えてない。違う、惜しい。何だっけ、ミクだろ。ミクじゃなかったっけ。何だっけ。ゼロのせいじゃん。この顔が子供みたいな顔するんだよ。そっくりなくせえよ、お前。当ててほしいよね、うん、ぜひ。そりゃ、うん、ミオか。ミオじゃないの、ミク。ミクじゃないの。あーから言ってみん、うん、あ、ミア、ミア、ミア、ミ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 ユか。ミユだ。ミユです。ミユです。いつもね、あの、言わんかったけど、いつもね、ミユミユって言ってる。ミユミユミユだね。本当はミユなんだよって。ミウなんだ。あ、ミウね、うん、で、11月の何日に、10日、第2の日曜日にまた、なんかイベントみたいなのやって、うん、なんかみんな、友達が、もうバイク仲間みたいな、本当、うん、みんなで走る。で、で、撮影に来てくれる。カメラ回ってないとか、めちゃくちゃ言われてるから。頼むよ、絶対あれ。もう俺なんか、こいつの従業員みたいになってる。なぜか。ぜひまた、あの、はい、キミハウスもね、もう何、女の子何かもしれない。あ、2年経ったわ。女の子何人かもしれない。女の子働いてほしいね。うん、働いてほしい。ね、で、二階堂さんもね、結構視聴者の方も来るから。うん、女の子でも。確かに。あ、そうだ。彼女とかね。だ、誰か、これ視聴者 95% ぐらい男性だから。の彼女とかね。この人だったら安心できるで預けておきたいなとか、うん、こういう子だったらいいなっていうのは、まあ、その時給も出ないかもしれんけど、うん、まあ一応、まあ、居酒屋だから、居酒屋だから、はい、視聴者の皆さん、ぜひまた使ってください。よろしくお願いします、はい、せーの、また見てね。なんかこの3人の絵、別に普通だな、なんか。また見て、なんかレギュラーみたいな感じ。踏みだこれが、そうそうそう。俺もなんか、普通に振っとる。OK、いいよ。はい。